チャオゆりこたいがです。皆さんこんにちは、久しぶり。今まではね、撮りたい動画があったんですけど、 What is my in my bag にしたいと思います。こちらはね、私は普段使ってるバッグなんです。そう、これするか板バッグ、もうリュックバッグみたいなものをもうぐらいしかないですね。ここはね、の中に、そう、秘密のね、何が入ってるのかな、女の子的には。でも、私はただのイタリア人の女の子ではなく、ザ・オタクのイタリア人の女の子ですから、いっぱい入ってます。いっぱい入ってます。ねえ、こちら、まずは、サマンタ・ヴェガスとセラムのコラボのやつなんです。さてさて、そう、何が入ってるのかを紹介していきたいと思います。まあ、まずは携帯ってさ、携帯が 入らないとおかしいなって思うし、最近は、まあ、これはね、やっぱり私が最近めっちゃ好きやってるの、たまごっちです。懐かしい。そう、これがね、やっぱりこれがないとオタクとして生きていけないから。ちょっと、そしてもう一つの大事なアイテムがございます。これがね、なんでこんなに大きいカバンが意味あるなんですよ。こちらです。じゃじゃーん、レーノーボさんから借りてるレージョン5です。そう、これがね、ゲームパソコンです。ゲームパソコンゲームパソコン、ゲーミングパソコンなんですよ。私が最近がね、まあ、やってるのは、デッドバイデイライトとバロラントというのゲームなんですけど、そう、ゲームじゃないとちょっと遊べないな感じなので、どうしようって思って、こちらの方に、Steam とかも使えるし、Xbox Pass とかも使えるから、両方も使ってめっちゃ便利です。で、こちらの方ね。まあ、あとは、この画面とかを見たら、その普通のパソコンなので、そのメールとかを返してもいいし、そっちの普段がパソコンが使ってるものをタダで使えるから、めちゃめちゃ便利です。はい、こんな感じが外せます。だからゲームによって、もうこんな感じでプレイしてもいいし、つけることもできます。イエーイ。あ、どっちがいいなんだろうね。ほんとね、ゲームによってどっちもいいんですけど。そう、すぐクリックで、ババン。ができるからいいっすね。よし、実際プレイをやってみましょう。こちらのレジョンスペースというアドなんですけど、Xbox Pass と Steam とかも入ってて、簡単にゲームができますね。まあ、もちろん全部もタッチな感じなので、どうしようかな。でも今は一番入ってるのは Xbox だね。で、最近やってるゲームはこちらの方に見えるなんですけど、まあ、デッドバイデイライトとヤクザと、あとバロラントが一番やってて、ちょっと早速ちょっとプレイしたいと思います。いやー、やっぱりそうだね。そう、こんな感じがいいっすね。で、一番いいなのは、その、普段家になると、その画面とかにも映れるし、このままでも簡単に遊べるからですね。おいや、いいっすね。そう、すごい、いいクオリティですね。うわぁ。いや、こんな、もう、こんな感じで、いつでもゲームができるのは、やっぱり、楽しいです。最近、仕事で忙しいから、なかなか滑る、その家にゆっくり時間もないので、いや、どうしようって思って、これめっちゃ命、オタクとしての命、助けてくれてます。わー、でもこんな感じでね、すぐ、プレイができて一番嬉しいです。最近そのインバウンドの仕事がすごく増えてるので、その新幹線の間とか、あとホテルにいるときに、
なんかすごいゲームしたいな、ゲームしたくなるな。でも今好きなゲームがね、そうスマホとか入ってないからどうしようってピエンってなるときはそのレノボとかを借りて遊んでます。こんなままでお、目の前、あー取られた。あ、もうここにいるの？あー、いた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 んだけど、もうここから逃げよう。うわー、すごいすごいハイクオリティで見れるんだ、最高最高。あ、でもこんな感じにしようかな。最近のお気に入りのレノボのレジョン GO です。 CPU には次世代最新プロセッサーの AMD Ryzen Z1 Extreme が搭載されていて、どこでも高いクオリティがゲームができます。とっても便利です。気になった方は概要欄の URL をチェックしてみてくださいね。こちらです。まあ、これだけがイタリアンって言えばいいかもしれない。財布です。これだけはちゃんとイタリアなブランドです。そう、今回はねアニメじゃなくてちゃんとイタリアのブランド、ラブも好きのだからちょっと気に入りです。もう一個がまあノートです。めっちゃ簡単なやつなんですけど、私は最近ちょっといろいろ忘れてしまってるから、まあ、念のために紙が必要なと思って、こういうちっちゃい、これとかもっとちっちゃいやつのノートで持ち歩いてます。そして、ちょっとレアさんものなんですけど、これが何だと思う？これは、カツラ、ウィッグネットです。そう、たまに忘れたりとかもしてるから、これいつも持ち歩いてます。で、これもコスプレの用は、ちょっとエッチなんですが、ニップレスです。ニップレスです。で、もう一つ、超これはね、コスプレイヤーアイテムって言えば、こちら。これは普通のケースの、ペコラとミルキちゃんのコラボしてた時のケースなんですけど、じゃじゃーん！いろいろ入ってます。これコスプレの命でござるんですよね。ちっちゃいアサミとかテープとか、このちっちゃいのグルーとかとヘアピンとか、これもうすぐ縫うのができるための、もう本当にこれがないとレイヤーさんが生きていけないぐらいだと思います。ババーン。あ、これちょっとねケース可愛くないかもしれないんですけど、100円ショップで買ってたエヴァンゲリオンのケースなんですが、こちらメイク道具ですよね。やっぱりちっちゃいメイクがいっぱいついてあるので、これ恥ずかしいんだけど、アクリルスタンドです。アクリルスタンドで持ち歩くのはもちろんです。超ナルシシストみたい。私のアクリルスタンドで持ち歩いてます、いつも。必ずこういうイラストレーターから、そう、鈴木釈さんから変えていただいたのイラストです。これは実際物販とかもねしてるから、よかったら私のファンクラブファンテの方にチェックしてみてください。マジで可愛い、マジお気に入りなんです。で、私はその普段メイクがしてない時はやっぱり自分で自撮りするのは嫌なので、自分のアクリルスタンドで撮ってます。これめっちゃ便利だと思った。これこれはそう普通のなんだっけ、チャージですね、携帯チャージだから、そのだいたい USB はね、アモリ君が噛んでしまうか、もう私が忘れたりとか多いから、こんな感じで、最近これドンキで買ったやつをこうして携帯チャージがタダにできます。最高、名刺入りです、イエーイ。で、最近私はビビアン・ウェストウッドにするか、これはね、神田明神で買ってたやつ。そう、実はお守りみたいですよね。もうお守りですよね、完全に。
ということで、ちょっと恥ずかしなんですけど、中身のバッグが見えてしまったきゃはい、そうです。皆さんがね、女性の中に何が入ってる、もっとね女性らしいものかと思ってたんですけど、実は大体コスプレのモデルさんがね、本当のオタクの友達が持ってるから、こんな感じでございます。皆さんいかがでしたか？よかったらコメントとかいいねとかボタンを押して、あとよかったらファンクラブとかもチェックしてみてください。また次の動画へ、チャオー、アリベルチバイバーイバイバーイ。